はい、こんばんは、はい、心霊スポット生田緑地にやってまいりました。ここの場所は、1971年に、川崎ローム何とかっていう、崩壊実験やった結果土砂崩れが起きて、15人が犠牲となった、犠牲者が15人出たということで、それを、供養するためにあの慰霊碑みたいなのがここにあるっつってて、今人が歩いてますね。でその行ってみましょう。はい、場所はこんな感じですね。やっぱり今花見シーズンなので、もしかして手前は人いる可能性ありますね。人は出てくるし、これも予想してたんですが、前回来た時は冬だったのでこんなにはこの場所に入った人はいなかったんですが、今暖かくなって春先っていうことなので、手前側はもしかしたら花見で人がいる可能性ありますね。顔が危ないとかした、慰霊碑があるっていうのは何も書かれてないですね。まあいいんですけど、こっちじゃないな、ちょっといろいろと回ってみましょうかね。ちょっとちょっと待ってください。行ってみましょう。
なんか一番奥が危険な場所っていうふうに言われてたんですが、多分ここがこっから先そうなんじゃないかと思って、あたりはこんな感じですね。今なんか音が聞こえたような、気のせいかな。これじゃ公共配信だな。ラック出す、なんか人が出てきそうな感じ。画面の色が変わったぞ今。大丈夫かな。なんて書いたんだこれ。ポイ捨て禁止っぽいですね、今のは。こっちからちょっと行ってみましょうかね。
なんだこの道は。なんですかね、この階段は。なんだ、まあ、明らかにそういう道でしょっていう感じですね。どういうこと？依頼者を探してはいるんですが、どうだろう。うわ、トイレだ。あんなとこにトイレ。
失礼します。そういうことね。はい、この道がそういうことなんですかね。多くない？なんか先階段あり、メインの方行きたいな。慰霊碑は見つかってないですね。え？びっくりした。全然見つかんねえな。なんだこれは。まあいいですね。なんだこの道は。まあいいや。なんだろうこの道は。こっちだからですか。また明かり道だ。こういうことだろうな。
険な場所っていうのは多分ここだと思うんですよね。多分危険イコール分かれ道、分かれ道が多いっていうことですね。なんだ、あー、お腹空、なんて書いてある。そっか。出た。どういうこと？さっきの道じゃね？グラフみたいに入るか。え？あ、え？さっきの道じゃ。ほら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 。さっき行った道から戻ってきちゃいましたね。やはり慰霊碑らしきみたいなものが見つかりませんでしたね。早速ですが、クライムタイムに入りたいと思います。